川美咲です。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ一応3人知り合いということで、今日はあの渡辺プロにも、浜美咲プロのゴルフを見てもらいながら、まあ僕のゴルフも見てもらいながら、ラウンドしたいなと思います。はい、お願いします。ホールはちゃんとある？4回もある。試合は1回もある。練習ラウンド2回。あ、前だろうね。6番155から150しっかり打てれば乗るかなって、うん、で結構グリーンこれ直接キャッチしちゃったら、うん、私とかだから5番とか6番だったら止まらなくて奥に行っちゃうんですよ。そういうイメージがあるんだ。だからやっぱ手前から行きたいなって思って、だから5と6で迷ったんですけど、5だとちょっと余りすぎちゃうから6でしっかり止まる。ミスヒットだったのも、でもミスとしてはあれはもう想定ないの、はい、想定ないですね。あれをちゃんと寄せてパーにしたら流れは悪くならないはず。 あれをちゃんとパーにしたら褒めてあげよう。そういうことですよね。結構上から行ったね。僕乗ってますもん。前半ちょっと待って、あの今までの流れだったら教えてくださいよ、流れだ。いやゴルフって流れ変わるんで。10ぐらいキャリーしたら寄るかなみたいな雰囲気ですね。おー、意外と行ったっすね。意外とこいつかかんねえなスピン。ます。こっち行くの？さっき下。やっぱ取れました。ナイスパーやね。褒めてくれた。よくパー取れました。アプローチうまかったね。え、トモちゃん会ったりする？トモちゃん会います。トレーニング一緒なんで、うん、もうしょっちゅう週 1,2 では会います。一緒の試合出るときは結構一緒になるかな。まあ、あのトモちゃん僕らみんな知ってますし、あの、まあ、浜美咲プロとも仲いいってことなんで、もしトモちゃん見てたらぜひ出演の方をよろしくお願いします。もしろもう強制で浜美咲に連れてきてもらう感じで、うん、
じゃねこれ。どうすか、キャリさん。です。テイクバックの位置はちょっとマシになってるんですけど、切り返しをこっちに入るのが直ってないんで、まあ右プッシュ出ますよね。練習場行こうぜ。そうですね、柏山行きましょう、コーチ。あ、いいよ。イメージは違った。まだこう来るのかと思った。ナイスタッチ、ナイスタッチ。それはしょうがないよね。ナイス。しゃー。どこに当たってもいいペースじゃないから、ね、うん、そうちゃんとヒットしないとちゃんと転がらないパターンだから最初めっちゃ難しかったんですけど、ね、それで芯で当てる練習したら逆にそっちの方が簡単になりました。己に厳しくいったらそれが良くなったタイプね。まあ、多分休みはないと思うんですよ、女子プロってみんな意識高いから、まあ、休みって言っても練習してるかとか。いや、うん、え、完全なオフとかある？あります、あります。完全なオフは何してんの？まあ人それぞれだと思うけど、ハマプロの場合は私は実家に帰ります。出ました。実家とか徳島？徳島。日帰り？日帰りです。なんで帰るの？秋田犬のワンちゃんが2人いるんですけど、2人、うん、兄貴いるんですけどに会いに帰ります。一番の家です。来た。ナイスです。ちなみに最近ボールの位置とかっていうのはチェックしてほしい？ボールの位置は最近してないですね。ちょっと遠目に立ってるような感じはするんだけど。あ、いますか？じゃあいいところでもちょっと遠いですね。多分遠めに立ってなんかテポンって上げてる感じするから、できたらかなり近めに立ちたいですよね。もう16万まで来ましたね。頑張って逃げ、多分これ今逃げ切ってると思うんですよ。もう同じ地位から行ってるんですけど。でもまあちょっと逃げ切ったのかなと。大体女子プロって負けるとすごい腹立つと思うんで、もう帰りの終わってから一言も喋らせないぐらい怒らせたのかなと。